皆さんこんこにちは小川太郎です、えー、と今日28日、えー、今19時過ぎですからま、えー、もなく補選の結果が出ると思います。えっ、ー、とまあ,あのアップされる頃には、えー、補選の結果も出てると思いますがそ、まあ、らく民主党が3つ取ってると、えー、いうことになると思います。島根もかなり大差をつけてるとこれでまた岸田政局にすると特に岸田さんじゃもう戦えないとこれがまず要するにね自民党側でね仕掛けをするんですよ。 自民党側で仕掛けをするというのは総理大臣になりたい人たちが仕掛けるだけじゃなくて総理大臣になりたい人の背後にいる某国が膝を下ろそうとしてますからどう見ても当たり前ですねこれだけの高度国防国家に短期間に変貌させるっていう総理大臣がですよしゃらっと安倍さんみたいにイデオローグじゃないから叩かれてない。 でも実際には完全に戦後の国策転換を岸田さんは1年半でやっちゃったからねこんな危険な総理大臣は某国から見てないですよだから当然今岸田たきというものはあらゆる仕方でこの政権潰そうと思っているのはそういう一つの日本の,この戦後レジュームを完全に転換しちゃった岸田さんをできるだけ早く下ろしたい人たちですね。そうまあ、これで、 自民党内においてはこれはこの岸田総裁では戦えないっていうのを言い始める人がいたらこれはもう危ない人ですそして、えー、もちろん反日マスコミと言われている勢力これは、えー、民主党が3つ取るとこれ政権交代政権交代とこのままねこんなね政治資金疑惑やなんかをほっとく、えー、岸田総理では、えー、とてもじゃないけど政治不信はこの深刻な政治不信は払拭できないとね深刻なのは 中国、ロシア、北朝鮮の核ですよ。そして核でないあらゆるオプションにおける我が国が戦場になる危険です。北からもど真ん中からも南からも来るんですよ、もはや。で、その状況が一番危険なんであって、えー、深刻な政治不信、いやいやいや、ちょっと待てよと。でも、もうこの国でそれは慣れっこですね。マスコミを見てると、どん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 頭が頭の中がありえない。 全く国際常識からも政治のいろはからも全くありえないとんでもない絵が描かれていくんだけども残念ながらこの1年半、報酬動画というのを見ても別意味で全くありえない空想的なですね <laughs> 空想的な岸田叩きがずっと進んでいるでこのことがについてはもうコメントしていただかなくて結構です、反対の今までの動画見てくださいそしてファクトベースでないコメントはいらないからもう今、 あの自分の信じた戦いやりましょうこれ客観的な動画じゃありません私の動画はファクトは客観的だけど方向はこの国を守るためのそしてそのための人これ人数が今視聴者少ないと少ないですでも非常に多くの人がしっかりと拡散をしたりしっかり自覚をしてくださっている少数のインフルエンサーがしっかり見てくれてますで私はそういうインフルエンサーというのは別にね あの一人の思いでもインンフルエンサーですよ本当にこの国を何とか守らなきゃそのことについて自分の感情に流されずにしっかり判断をし続けようという強い心の人たちと共に私はこの番組で発信をしているつもりでおります。でね、えー、とファクトベースはしっかりやりますからねこれから言いますよ、えー、一つは、えー、反日メディアこれは民主党が3つ取った、えー、政権交代 こんな政権では許せないと、えー、国民の政治不信をは岸田さんが悪いんだと、で保守側あるいは自民党側から言うと、えー、こんなんじゃ岸田総裁ではもう戦えないと、えー、地方の乱を起こすと、そして、えー、地方の人気があるのは誰ですか皆さん何度も言います、地方で、えー、地方票がもう自民党総裁選で地方票の比重上げろと言っている石山茂さんという人がおりまして、この人は実際に こういう動画を見たりね保守動画を見てる人は「え石破なんかありえない」とかって言うけど「ありえるんです」これが本当にもう感情は捨てられないのって思うよか。感情じゃなくて本当にこの問題を、えー、考えた時にはですねみんなちょっと保守の,あの世界の人はあまりにも希望的観測と希望的バリ増減があふれすぎてるよじゃなくて事実に載ってるでしょ 自民党支部ではこのまま石破さんが出ていったら自民党をこぞって国会議員は誰も乗りませんでも地方が石破さんに乗るといった途端に国会議員をばーって退去しますからねそういうもんなんですですから岸田政局を起こそうと思っているのはこの反日メディアによる民主党立民による政権交代立民軸の政権交代云々の話でこれはかなり空想的よでも一方では 地方の乱をを演出してもうう岸田さんじゃ無理だという声を上げさせるんですよ上げさせるんです自然に上がるんじゃないよ上げさせるという戦略を今の段階で僕が参謀だったら練ってるけどねでこれをどうやって阻止するかということがこれからこの国の政治を守る上でつまり岸田総裁を守ってそして安全保障外交路線原発エネルギーそして経済政策の概ね もちろん日銀の金利政策それから円高対応これいろいろ批判があるの承知していますそれはどんな政権においてもあるんですよ必ずで今大事なのはこの国の根幹となる安全保障国家の主権と国民の生命財産を守るギリギリの局面に入っている。 それれを守れる政権かかどうかですそしてそれを守っているんです今岸田政権は。そうしますとですね、えー、これをどう守るかといった時にこの三立てから三立て立民勝利という図式がまずまつ間違っているという話をしよう、えー。どういうことかというとまず長崎これは不先輩ですでもここはですねもともともう高齢の自民党の候補者でしたね。 でまあ、暴言吐いてなんとかって言われてキックバックが数千万円だったので、まあ、議員辞職をしたとでここは選挙区が消えますから豪、えー、億になりますので、えー、ここに新人を立てるということは今後に核を残しますからこれはもうどっちみち、えー、この高齢のこの候補じゃない限り消える選挙区でしただからこれは不先輩ではなくてこれはもともとないんですよここは勝負する場所じゃないんです。 だからここは感情に入れるのかそもそもそそ間違っていますそして東京15区これは前人,2人が再逮捕されてます自民党の前任2人が逮捕されたところにです、ね、自民党の候補を出すということ自体私はいかがなものかと思いますよでそれを払拭するだけの体制が今の自民党にあるのかとでこの選挙というものはです、ね、これ島根県もそうなんですけど基本的に 地方支部が非常に絶大な影響力を持っていて、えー、党本部というのは候補者選定においてこれは主導でそうするとですね、えー、まあ東京都連実際の実験はまだ萩生田さんにあるんでしょうそうするとですね小池さんと組もうじゃないかと言って小池さんと組むところまでは話がまとまったんですよ。八王子でもそうだったでしょ小池さんと自民党が組むと。 まあこれはまあ昔やった自民党が窮地の策であった毒まんじを食らうなんてあの頃言われたけど公明党さんと組むと同じようなことで今回も非常に自民党が窮地だとで東京都連の判断あるいは萩生田さんの判断なんでしょうがこの小池さんという、まあ、安倍さん特に菅前総理にとってはもう宿敵みたいな人だけど、まあ、背に腹は変えられないということでなんか組もうとしたら乙武さんが出てきた。 乙武さんの評価は今差し控えますが、まあ、何しろ、えー、保守から見ると LGBT の時にうんぬんというようなことをが言われますそして自民党の本来の支部や地方組織から見ると女性スキャンダルをここに来てまたやるのとで私はまあこの女性スキャンダルをいつまでも、えー、叩きのネタにするっていう構図自体がいいのかどうかというのは起きますしかしこの今よりによって自民党が まあ炎上状態の時に何も乙武候補に乗ることはないだろうということでこれ降りたわけだねで独自候補はさっき言った逮捕者2人の後で出せませんよということになったらこれ消えますで、えー、保守乱立みたいな状況になってますから、えー、立民が取るというようなことになるとそして島根とでこれは立民っていったって亀井久興さんの娘さんです 亀久興さんといえば、まあ、岩倉朋美からの血筋になるんでしょうか、えー、大変な名家の出で、えー、保守政治家ですよでそうしますとその知名度も抜群ですでもともと島根県連はもう分裂選挙のままこの間の知事選で、えー、がありまして今でも、えー、選挙事情と全くこの分裂を修復しないまま突進してます。そう全部ですねこれ えとそしてその要するにこれ勝てる候補出してないですよ。基本的に岸田さんがうんぬんで支持率がうんぬんというよりもそもそもが選挙の体を成してないでねだから岸田総理はね総理としては最高ですよでも総裁としては全然統治能力ないよなぜだって それは安倍さんあっての倒産役安倍さんあっての党務だったと安倍さんの時と違います長老、まあ、二階さんなんかそのまま使うことできませんから実際にやめてもらったのは岸田さんですよねでも今の例えば幹事長が茂木幹事長が岸田政権をしっかり支えるのか選挙戦を本当に主導しているのかいわゆる裏金問題でもこれ処分について自分が盾になったのか一つもなってないそしたら党の方の統治というものについて 現状では、えーまあ、安倍さんだって官邸に全部人材寄せちゃったのだけど二階さんがよろしくやってくれた二階さんの前は谷垣さんがやってたこれしっかりした幹事長ですよだから安心してた安倍さんはでその前は石破さんですよ安倍さんの幹事長石破さんの時選挙も何も実はやってませんよ皆さん今の茂木さんの幹事長というのは安倍さん後半を支えた 強力なリーダーシップを党内で党務で取る人ではないと少なくとも岸田総裁を支えるという気がないという報道をこれだけされたらどうしようもないね。でそういう中で、えー、この選挙3つ負けると今回のは3つと言っても一つはさっき言った意味のない長崎そして中国は、えーまあ、そもそもが逮捕者2人連続そして島根はもう県連の事情で勝てるような状況じゃそもそもがないと。で そういういものを私これねね言言いい訳とか言わないですよ、ね、私が代わりに言い訳する理由はないんで要するに状況というものがあるんですよでももう一回言います状況があろうとなかろうと選挙は戦なんだから負けたら負けなんだよ、ね、だけどこの番組では状況を知った上でではこれからどう勝つかという考え方をしたいからこういう事情を話していますでその上で言うとえもうこれから外遊に岸田総理行きます でまあ、総理は,まあ外遊あるいは外交が強いね、まあ、広島サミットも非常に成功したであの時にまあ解散した時は本当に一番良かったよねだけど、えー、あの後たくさん仕掛けられて支持率が下がるそして今度は日米のアメリカ訪問これも非常に劇的な効果を発揮しました、えー、もう一回外遊をするで戻ってくるああそうだもう一個言っておかなきゃ 支持率がもう低支持率で苦しむっていう言い方するけどねここでこの話はしとこうねこれ低支持率って言ったって、ね、これだけね、えー、いわゆる春党もね中小企業や非正規も含めて全部ベースアップしましたそして6月7月でまたあるんですよボーナスがある減税もあるその中でねこの20%台をうろうろしてるんですよこの支持率のねこれほどの低迷の最大の今理由は何かって言ったらこんなの いわゆる政治資金問題でしょ政治資金を組織的にやってたのは清和会ですよ。ですからねこれ支持率10%平均下がってるのはこれ清和会の問題ですよ。でこんなもんね小泉さんみたいにやっちゃうよかったってやはねそんなもんじゃ清和会の全幹部ですよ。もう瞬間に全員党から追出すで他のものは誰も悪くないと。 みんななな言いなりになっただけだけと党幹部が見て見ぬふりをしたか知らなくたってその監督責任だろうって言って小泉純一郎に言ったら全部ン出しちゃうとそういうようなですね非常な人事っていうのは安倍さんもできなかったし岸田さんもそのタイプじゃないねそうするとどうしても合理的な詰めどころを探すなんてことをやってたら 4, 4月までさらに5月6月も政治資金規正法の改正で引っ張られるのよ。 でこれはやっぱり本当に残酷に性的,性的じゃないよよくね安倍派殺しとかって言うけどもこれもナンセンスだろう岸田さんがこの今回安倍派の皆さんを追放した追放って使ってたんじゃないか岸田さんは全員幹部を重用してたのよ全員他派閥の人間を官房長官と政調会長と参議院の幹事長と経産大臣と国対委員長とえっ 全部実務じゃないですか全部実権そのものの派閥あともう一人は高市さんでしょこの安倍さんの大番頭大番頭とか政策面の、えー、後継者と目指されてる人この6人全部徴用してて高市さん以外は全部派閥の人だからそれで全員出てもらわなきゃいけなくて一番打撃を受けてるの岸田政権に決まってるじゃないですかその岸田政権岸田さんがやっと安倍さんの子分に復讐をしたとか。 はっきり言うよ、保守の皆さんがこういうこと言ってる、頭おかしい、え使ってたから追い出して、一番ひどい目にあって、支持率も下がってるの岸田さんでしょ、こんな1たす2が2みたいな話さえ、ストーリーを歪めるとなったら、こんなもの、もうジャーナリズムでもなければ、雑誌でもなければ、動画でもないよ、でこれを言うと、岸田さんを擁護するのが信じられない、今の話、擁護してないだろう。徴用 全部徴用してた。徴用じゃないの政調会長って。官房長官って徴用じゃないのこれをもって徴用じゃなくて、この人たちを切ったって、これだけ世論調査で叩きのめされて、他にどうしようがあるんですかこれ、守るんですかえこの状況で守るっていう選択肢はないからね。実際に法律違反の組織だってやってた。 政治,政治資金管理団体ですよ清和会は政治資金管理団体が5年にわたって合計6億円の法律違反をしていたら誰かが上の方の誰かがしっかりと責任を取るほかないでしょう私だったら当然取りますしその後な何て言うんですかと岸田総裁には申し訳ないって私は言うね私たち清和会のために 政権全体自民党全体が低支持率にあえていることになったとこの責めを負って議員辞職をするときれいやキレイ事っていうけど私きれい事だけで苦しい人生を歩んでるから政治家になってもなる前にきれい事言ってなれないのが私ですけれどもてかなるつもりがないのが私ですが私だったらきれい事言って身を切る以外の人生をやったことないんではっきり言って政治家になってもないことやりますよ誰もやんなかったんですよ。 でなんとなくふわっと自民党みんながグレーになっちゃってね保守なるもうもはや保守じゃないんだけども保守論壇になるところのこういろいろそういうところでわーっとも角度つけてる人たちはねこう安倍派切りはけしからんって言ってるから自民党の他の全派閥の皆さんは清和会に怒りに怒ってるからねそりゃそうでしょう一体いつのこんな時代錯誤な違法行為をんでここまでやってたんだ この時代に現金で手渡しなんかありえないから通帳に振り込むが当たり前で皆さんだってそうでしょそういうことが全部岸田さんが悪いになっちゃってるで、その状況の中で今回選挙で落ちたの負けたのも全部岸田さんが悪いとなると。で、その状況をではどう逆転するのかということを今一生懸命考えて進言をしておりますですからその内容についてはまあここでお話ししませんけども えー、外遊から帰ってこられた5月には当然岸田政権はそして日本の政治は大きな分水嶺に入りますでここでしっかりと、えー、勝負に出る岸田政権そして勝負に出る自民党なのかそしてその時につべこべと細かいことを言わずにこの大きな100年のうねりですよ今。 世界史が100年のうねりで来てます台湾有事については何度も言いますけれども軍事行動を中国がするという可能性をアメリカのシンクタイク ISCS に属する研究者あるいはその関連の研究者が約8割が3年以内に軍事行動があると回答しているでこれはいろんな見方があります。 習近平政権が今あまりにも国民の心が離れているので、不可能だという見方もあれば、逆にそういう時こそ軍事的な冒険主義に走るという見方もあるわけです。歴史というのは合理的な予測はつきません。一番非合理なことが起こるのが歴史です。そして今我々は戦後、歴史から切り離されてたんですよ、我々は。 歴史から切り離されたおめでたい無重力空間にいて、その中でやれ保守だ愛国だ。その中でやれ救助を守るだ。やれ救助を守ると言ってるのは空想的平和主義だ。いや、俺たち保守って言ってる人間もみんな空想的保守主義者なんですよ。私も皆さんも。何のリアルな感じもなくてみんな激語を吐いてるんです。それがもうすぐ本当にバンバンバーンってやられる事態が来るんです。だから先に私はこうやって見せてるんですよ。間もなく来るから。 来た日には私は私こんなな喋ってられないでしょでその腹決めをしながら来ないように来ないようにというにじり寄りをするそのために今少なくとも岸田さんが安全保障を軸としたほとんど革命的な転換をしているさらに一歩も二歩も三歩もしてもらわなきゃいけない安全保障大国軍事大国予算だけではない 自衛隊の増員これも必要だけどそれだけではない国民をこのままお客様にしておいてはいけないという問題でしょう私たちはどこまで評論をしてどこまで責任を取らない激悟を吐いてたら気が済むんでしょうかつまり私たち自身が国民の側がどうやって本当に戦争を防ぐ 戦いを防ぐ事前の戦いに対してシニカルな態度無責任な方言ではなくて本当にその力となるその自覚の輪が数千人から1万人5万人100万人に広がっていくのか大事が起こるまではやっぱり気が付かないのか。 その前になんとか正しい政,政権に正しい政策判断をさせ続ける何らかのこういう言論の圧を加えられる影響力を作れるのかこのことは私は影響力を作るのは苦手なんですいろんな方に総力戦で考えていただきたいと思います。 今日はここまでにしましょう。